西鉄天神高速バスターミナル西鉄天神高速バスターミナルが入居するソラリアターミナルビル西鉄天神高速バスターミナルは福岡県福岡市中央区天神2丁目1番1号のソラリアターミナルビル3階に設けられているバスターミナルである西日本鉄道株式会社が運営しており福岡市内の高速バスの運行拠点となっている 博多駅前の博多バスターミナルと共に、福岡市を代表するバスターミナルである。福岡の都心である天神に位置するバスターミナルの一つであり、高速バスを呼びそれに類すると9便、急行便などの中長距離路線のバスが発着している。高速路線バスの年間利用人数は、日本一で、全国でも屈指の規模を持つバスターミナルでもある。 乗車口の待合室とバス車路はガラスで完全に分離されているため排気ガスにさらされずに待つことができる。釣り床方式のためにバス走行時の振動がほとんど伝わらないようになっている。北側ではソラリアステージと西側ではソラリアプラザと南側では福岡三越と直結している。 1961年に、西鉄福岡駅の高架化工事が完成した後、同年12月23日、同駅の1階に福岡バスセンターが開設され、使用開始された。後に、国鉄博多駅に隣接するバスターミナルが建設され、こちらの正式名称が福岡交通センターとなったこともあり、近藤防止のために投資説は、 天神バスセンターと案内されるようになった。福岡交通センターは一時期、博多駅交通センターとも案内されていたが、2010年11月1日より、名称を博多バスターミナルに変更した。運営会社の称号は、2016年3月までは、福岡交通センターのままだったが、2016年4月1日に、施設名と統一された。 1997年2月27日、天神地区の再開発事業、西鉄福岡駅地区ターミナルプロジェクトの一環として、ソラリアターミナルビル3階に、新しい乗車用スペースが完成、移転し、名称も、西鉄天神バスセンター、天神 BC に改められた。1998年4月23日には、校舎用スペースと、 到着待合室設備も完成し、全面完成。それまで天神に到着する高速バスは、道路上で校舎扱いを行っており、多数の高速バスが到着することで、道路渋滞を招いていたが、この校舎用スペース完成により、到着便もバスセンターに乗り入れるようになり、道路環境の向上が図られた。2014年4月より、 東伐センターの大改修工事が行われ、同年10月1日には校舎場側がリニューアル。この日より校舎場側には、インフォメーション窓口が新設され、さらに同月22日からは、改修前の約2倍に増床され機能も充実した、女性用トイレや、新たに設けられた室内型待合ブースなど、乗り場側においても一部施設が、利用開始。 その後も改修工事は進められ、乗車券窓口のブース化や、従来の売店を、コンビニエンスストア化など、大幅にリニューアルされ、リニューアル完了後の2015年3月21日に、東バスセンターの名称が、西鉄天神高速バスターミナルに改称された。本ターミナルを発着する高速バスは、環状線のご副長ランプ、または、 千代ランプから昭和通り経由で、あるいは天神北ランプから天神に向かい、渡辺通りを南下して新川橋交差点を右折して、西鉄天神大牟田線脇のスロープを上って、進入する。このため、昭和通りと渡辺通りが交わる天神橋口、交差点から新川橋交差点の間は、日中多数の高速バスが行き交う。またこの区間は、 道路混雑が激しいことから、西鉄では、天神中央郵便局前から本ターミナルまでの、約 1.5km の所要時間を5分として、計上している。ペイペドーム行き臨時直行バスと博多駅経由福岡、空港国際線行きを除く、市内一般バス路線は、渡辺通り、明治通り、昭和通り上の天神地区のバス停留所に停車し、本ターミナルには乗り入れない。 また、天神地区を経由する高速バスでも、西鉄グループが運行に関与しない、福岡、山口ライナーは、約300メートル南の、福岡天神バス停から、伊都島号は、約200メートル北の、天神バス停から発車しており、本ターミナルには乗り入れない。一方、西鉄グループが運行に関与しない路線であっても、 西鉄バスとの共同運行で運行開始した経緯がある路線は本ターミナルに乗り入れる。西鉄天神高速バスターミナルの港内図東側に斜面の乗車ホームを持つ。以下のように行き先別で乗り場が分かれている。おおむね、福岡県内路線が1.2番乗り場、県外路線が3番から6番乗り場となり、夜行高速バスは原則として6番乗り場から発車する。 続行便が出るときは状況に応じて乗り場が変更される場合がある。また、ペーペードーム、マリンメッセ等への臨時直行バスがある際は、臨時で7番乗り場が設置される。待合室乗車ホーム側に、ホームとガラスで完全に仕切られた待合室が設けられており、以下の施設、設備がある。乗車ホームの向かい側に校舎ホームが3面、設けられている。 路線別に区別はされていないので、空いているホームに到着することになる。発着する全路線が、展示に始発終着、または、クローズド,ドアシステムを採用しているため、校舎ホームで乗車は扱わない。待合室は2014年10月1日にリニューアルされ、ソファ、食材、案内カウンター、海外キャッシュカードクレジットカード対応 ATM が、設置された。 乗車ホームへ乗り継ぐ際は、ソラリアステージビルを経由する連絡通路を移動することになる。ソラリアプラザ4階に直結する通路が設けられている。24時以降は閉鎖されるため、以降に到着するバスは空いている乗車ホームに到着、降車となる。また、今里号から、号は、天神日銀前、ヤフオク、ドーム直行バスは、 天神三丁目に到着し、校舎ホームを使用しない。東バスターミナルは、バスの出入り口が、南側の一箇所のみであり、校内の車自転は原則として、交代、展開禁止であるため、乗車ホーム、校舎ホームの北側に、バスの展開路が設けられており、ターンテーブルなどを使用せずそのまま展開できる、構造になっている。また、展開場周辺の空きスペースには待機場が、 設けられており、天神始発、終着のバスが利用している。前述の通り西鉄福岡駅とは、同一建物内に入居しており、天神地下街を介して、地下鉄空港線天神駅及び地下鉄、七熊線天神南駅に連絡している。天神地区には、一般路線バスのターミナルはなく、渡辺通り、明治通り、昭和通りなどの幹線道路沿いに、 複数のバス停が広範囲に設置されている。福岡市内で一般路線バスを運行する西鉄では、以下の16カ所の路面停留所を、天神地区のバス停留所として一つの行き先として案内している。路線によっては、この中の複数のバス停留所に停車する系統もある。例えば、キャナルシティラインバスは、天神コア前と天神大丸前に停車する。 なお、国体道路上の天神一丁目、天神慶護神社、三越前バス停、並びに、柿バス停の外側にある停留所は、天神地区のバス停に含めて、案内はしていない。停留所名後ろの、は、停留所番号。各停留所からの行き先の詳細は、西鉄公式サイトを参照のこと。ありがとうございます。